お願いします。ではまずビフォーの状態について、はい、髪の色や髪の状態がどんなだったか教えてください。髪の毛のレングス自体は、まあ、ミディアムスタイルで、レイヤーも、まあ、多少顔周りと表面に少し入っている状態だったのと、前髪も、まあ、少し、目にかかるぐらいの長さだったので、ビフォーの状態は割とそういう形での髪の毛の状態だったのと、カラーに関してはもともとやる前はやっぱりちょっとオレンジみが強かったので、まあ、そのオレンジみを、まあ、トーンはあんまり下げないで、くすみを出す、オレンジみを消すためのくすみ、アッシュ系が入っているような形ですね。できるだけその暗くすると重く見えちゃうので、トーンを下げすぎないようにくすみだけが入るような感じのカラーリングにしてます。仕上がりとしては何トーンぐらいの何色って言ったらいいですか？大体10トーンぐらいのアッシュ、はい。では今回、カットで変身をさしていただいたんですけれども、一番こだわったところっていうのはどんなところでしょうか？基本的にモデルさんが癖がやっぱりあるので、まあ、まずはその癖を上手に活かせるようなカットをしなきゃいけないっていうところをその頭に入れてカットさせてもらったんですけど、やっぱりこの質感調整とかレイヤーの入れ方とかっていうのは本当に気をつけないと、逆に扱いづらくなったりスタイルがまとまらなくなったりするので、そういうカットのバランスはすごく大事にしました。でその中でも何かこうポイント、その見せ方としてのポイントとしては、まあ、顔周りに本当にうっすらアクセント代わりに顔周りだけレイヤーを入れたことによって、ちょっとこう振り向いたり動いたりした時に細かいこう髪の毛がこう出ることで、よりフェミニン感を感じたり、そこにあのワンクッション入れるだけでこう大きいポイントになってきたりするので、そういうところも意識しました。であとはあの髪の毛結んだ時もすごい可愛い遅れ毛になるので、結構その後々これからのこう生活の中でこうワンポイントになるようなものをちょっと加えた感じになります。はい、ではカットの方法について具体的にあのウェットの状態から説明をお願いします。はい、で基本的にはあのワンレングス、肩よりちょっと下ぐらいのレングスのワンレングスで切って、もともと顔周りにあのレイヤーももともと入っているので、あまりこう顔周りにレイヤーを入れずに表面の角を落とすぐらいのレイヤーが入ってます。であとは本当に2ミリ3ミリ程度のフェイスラインにレイヤーが入っていて、まあ、大体顎下ぐらいのレングスから顔周りにレイヤーが入ってくるような形で切ってます。で前髪に関しても、1.5 センチ、まあ、2センチ弱ぐらいの長さを割とラウンドになるように髪の毛を切って、あとは毛先の、あの量感調整だったりとか、あとは隙間を作るにあたって髪の毛 その重たいところと軽いところの差があるので、そこの差を均一になるような量感調整っていうのもしてあります。で全体的な量感調整に関しても全部をこうすくっていうよりは、間をこう間引きながらすくことで、すくところすかないところを作るところで癖を抑えながら切っていくことと、できるだけその重さを残しながらを大事にして切った感じになります。なのでできるだけ毛先はブラント気味になるような形にして、量感を全体的に間を間引いてすいていくような形になりますね。では仕上げのスタイリングについて固定の、はい、固定に関しては32ミリの固定で、まず一旦全部ワンレングスの部分のアウトラインを全部逆巻きで巻くような形にして、で、中間ですね、フェイスラインの中間を内巻きで巻くことによって、内巻きと外巻きがを作ることによって髪の毛のこの動きをしっかり出せるように表現したのと、前髪に関してはストレートアイロンで丸くちょっと癖付けする程度に、隙間のバランスがちょうどいい形になるように巻いた形になります。でスタイリング剤に関してはソフトワックスにオイルを混ぜて、内側から表面にかけて全体的になじまして、形を整えていくっていう形でスタイリング剤はついています。では最後に、はい、こういったスタイルをどんな女性におすすめしたいですか？
基本的にはこのぐらいのレングスってこう割と難しいレングスっていうか、割と跳ねやすかったりとか、割とこうやりづらかったりする部分であるんですけど、本当にカットの仕方とかを変えるだけで扱いやすさっていうのも全然違ってきますし、フェミニンなこうイメージっていうのをしっかりこう出せるので、まあ、そういった形でちょっとこうロングに開けた人とか、ちょっとミディアムレングスでもちょっとそのレイヤー系ではなくって少しこうワンレングスにすることによっておしゃれ感をプラスしたい人なんかにもすごく向いてるかなっていうところと、あとはこう結んだ時もやっぱり可愛かったりするので、なんかこう主婦の方とか忙しい方とかでも割とこうバッてこう結んで終わりっていうのをやりたいっていう人がやっぱり多いと思うんで、そういうこう幅広い方、若い方からそういう、 こう時間がない方にとってもこうスタイリングしやすいスタイルだと思うので、そういった方にぜひチャレンジしてほしいなっていうふうに思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。